土の思考例思考前の状態時計舗装とは、天然の土や砂と、それらの粒子を結合する、結合剤との混合物により構成される舗装。一般的なコンクリートやアスファルトを、主とした舗装とは異なる特性を持つ。時計舗装は、天然の土壌が持つ、弾力性や、保水性を残しており、衝撃の吸収や路面温度の安定化に寄与する、舗装である。 特に路面温度の上昇を抑える効果が高く、ヒートアイランド現象の対策として注目されている。また、周囲の自然環境に調和しやすいため、公園や遊歩道、歴史的建造物の周囲など景観を重視する用途でも採用されている。使用される土及び砂と結合剤の組み合わせにより、用途に応じて様々な種類がある。土は、よそから持ち込まれる場合と、 現地で採掘されたものが使われる場合とがある。使われる土は、マサドなどである。また、産業廃棄物のリサイクル素材から作られているものも、ある。結合剤としては、セメント系、アスファルト系、石灰系、樹脂系のほか、酸化マグネシウムなども使われる。ゼオライトを混合して、強度を調節する場合もある。土系補装の利点は、 前述の特徴の通り衝撃吸収性が高く、歩行者に優しいことである。自然環境にも調和し、舗装に要するコストも低い。硬化速度が速く30分程度で硬化するものもあり、試行後の養生日数を短縮できる。試行や後の維持管理に要求される技術レベルも比較的低い。欠点としては、舗装面の強度が コンクリートやアスファルト等に比べて劣るため、摩耗しやすく、環境変化や、経年変化に弱い点が挙げられる。特に舗装面の剥離が起こると、利用者の心理的要素も含めて、歩き心地が大幅に低下する。強度上の理由から、一般に、時計舗装は、車両の通行には適さない。また、豪雪地帯や、頻繁に路面が凍結する地方では、 時計舗装が向かない場合がある。これは舗装の透水性が高く、感激水凍結の影響を受けやすいためである。施工時の注意点としては、雨天や降雪を避けること、凍結するほどの低温では、思考に支障をきたすこと、思考できる乗り面の面積やシャドに限界がある、ことなどがある。整地や雑草対策を目的として使われる。公園や遊歩道の舗装のほか、運動場。 競技場、サイクリングロードなど、屋外のスポーツ施設の整備にも利用される。防走目的では、道路の中央分離帯にも使われる。またガーデニングや DIY の一環として、個人宅の庭や周囲に施行されることもある。個人用途のものは、カタマルドなどの名称で販売されている。ありがとうございます。